お世話になります、ひどりでございます。冠の雪原が配信されまして、それでケルディオが野生で出るとか出ないとか話題になっております。それが本当なのか今回は検証していきたいと思います。具体的なやり方としましては、まずケンタテさんのテラキオン、コバルオン、ビリジオンが必要らしいです。この入手方法については別の動画でも上げてるんですが、足跡を全て見つけることでゲットできるんですよね。でこれらで家庭を作るとなぜかなんか出てくるとからしいです。まあ私それ本当かわかんないんですけど、実際コメントとかでもワザップの情報だろうとかいう情報あるんで検証したいと思うんですが、まずどうやってそのカレーを作るかと言いますと、このタウンマップでね、確認しますと、この大木の丘がございますよね。その近くに、この湖畔みたいのがあると思うんですが、このちっちゃい島ですね、このちょうど2つのなんか青い矢印、青いところの間のところ、に行くと、カレーのやつがあるんです。それは確認済みでございます。この木の前からですね、まっすぐ行って右にカッチカッチ曲がって、こっちもさらに右に曲がっていくと。でそれでここの堀の部分というか、この水の部分をずっと先に行きますと、そこの目の前にですね、陸があると思います。おー、ぶねえよ、ミニリュウ、ぶねえ、気をつけろよっていうような感じなんですが、ここに島がありまして、そうするとここにですね、カレーがあるんですね。でそれでそこのカレーのところで、でこのテラキオン、ビリジオン、コバルオンがいる状態で、カレーを作るみたいですね。その情報もちょっとなんか定かじゃないんで、一応ね、この別のコバルオンとかシャンデラとかね、ミルタンクとかいらないやつはね、一応省いてやりたいなと思います。これは先ほども言いましたがケンタさんです。全部これで検証していきたいと思います。はい、じゃあこれでカレーを作ると。はい、見たことのない手がかりがある。あ、できそうだね。これ見たことのない手がかりがあるって書いてありますから、ちょっと待って待って、カレーは作れないのこれ。ちょっと待って、カレーを作るみたいのはできないのかな。ちょっと待って、私よくわかんないですが、ここでどういうことこれ。ここで自分でやるってことかな。キャンプを自分でやってみて、それでやってみましょうか。じゃあ料理を始める。まあ適当でいいらしいですね。まあなんか適当に入れとこっか。はい、それで普通にカレーを作っていくわけなんですね。別にこれはなんか適当でいいとかなんかそんな情報もありますんで、まあ適当にやりましょうか。一応まあ一応本気でやるけどはい、混ぜていきますけど、今のところね別に何もないけど、はい、真心込めて、はい、完成しましたと。ブルストのせカレー、せカレー、あ、ブルストのせカレーか。はい、これで魔法ミル級の美味しさ、まあなんか結構良かったの。はい、それで、はい、キャンプを終了しますかで、はい、押しましょう。そしたらなんか出てくるとか出てこないとかいう話ありましたけど、どうなんだ。あー、出てきた、マジか。え、マジガチじゃんガチで出てきたよ、マジか。一応じゃあちょっと待って、レポート書いとく。え、ケルディオ、なんで、マジやばいじゃん、マジで出てきた、やばやばだってこいつ幻でしょ。幻ポケモン出しちゃっていいの。幻ポケモンだけはさ、ちょっと絶対いけない領域みたいになってたけど、え、マジか。ダークボールで適当にやってみるマジか。ちょっと待って、私倒されるんだけど。もうこい、頼む頼む、来てくれ。オッケー、よかった、なんとか捕まえたよかった、めっちゃめんどくさかった。復活槽何回も使ったわ。はい、ちゃんと手に入れましたよこれ。本当にタイマーボールのケルディオでございまして、3V ですね。それで中身見ていきましょうか。でちゃんと親一人のケルディオ65、幻だぞおい。特性正義の心、アークタイプの攻撃を受けると正義感で攻撃上がる。あ、これはみんな共通のやつですね。神秘の剣、聖なる剣、剣の前ハイドロポンプ、3つの技に剣が入ってるというね、なかなか生かしたやつですね。なのにおとなしい性格というそれ2021年4月15日、これ間違ってますけど、ボールレイクの湖畔でレベル65の時に運命的な出会いをしたっていうことでね。やばいでしょ。あ、リボンは持ってない、そういう感じのケルディオでございました。まあ、ということで今回はケルディオ本当にゲットできたということで、ガチですこれは。編集とかはもちろんしてますけど、情報を曲げるような編集はしておりませんので、そこはご安心ください。一応私がやった方法でしか検証できてないので、例えばカレー作る時にあの3匹の犬以外のポケモンがいた場合とかも検証してないので、そのあたりはどうなるかは分かりません。ただ私がやった条件は3匹のあの犬を、まあ、ケンタテさんのやつでね、足跡を見つけてゲットしたやつで、それで
でカレー適当に作ったらという感じでございます。いやマジでほんと幻なのに出るってのはいかついっすね。マジでいやマジケルディオいいな。徐々に出てくるケルディオぐらい好きですね。